豊川市立南部中学校は愛知県豊川市工明町2丁目にある公立中学校。通常の略称は南中南部中学校は豊川市の南にある中学校である。学校の周りは住宅に囲まれている。また、学校のすぐ隣には市の学校給食センターがあったが今はなくなっている。豊川市のほとんどの中学校はジャージで 学校生活をするようになってきており、何中もまたそうである。制服を着用するのは、重要な行事、学年集会、入学式、始業式、修了式、修業式、卒業式、講演など、講師の方が外部から来る時が行われる時である。これは、普段とは違うことを服を着替えることにより意識してもらうためである。 制服は、男子は夏服にはワイシャツでネクタイなし、冬服は学ラン、そして、紺のズボン。女子は、セーラー服で、冬服は、襟は白、他は黒。夏服は上は白、リボンとスカートは紺である。生徒数は717人、学級数は22クラスで、豊川市内では、東部中学校に次いで2番目に、規模の大きな学校である。学校で最大のイベントは、 9月に行われる南中祭である。これは文化祭と体育祭をまとめて言うもので、土曜日に文化祭、日曜日に体育祭が行われる。テストの形式は中間テスト、期末テストである。期末テストは1日3教科を1時間ずつ3日間行う。期末テストの前にはテスト週間が1週間設けられ、その期間中の部活動は 基本的に休止となる。単元テストに対しては、テスト習慣は設けられない。高血、純真、勤勉の通学区域内。中部小学校から分立した大多小学校の通学区域も、かつては高区だった。ありがとうございます。